おまぬいにあんな入れるとこいらんやろ。絶対ないの。絶対やんな。絶対ないの。洗濯機も良すぎるし、なんなら洗濯機あれやばいやろ、あいつ。かっこよすぎやろ、あいつ。あれやばいやろ、マジで。あれやばい。俺なんか、意見に続いて、めちゃめちゃ買ってもらってるじゃないですか、もう。家から、何から、もう、全部じゃないですか、言ったら。まだ、あ、フルセットやん。いや、フルセットっすよ。しかも別に、あんなグレード一番いいやつ買わなくていいんですよ、全然。まあな。200万って言った時も、いいと思いましたからね。まあでもやっぱ、やるなら突っ切らなあかんからな、ね。やっぱ中途半端は一番あかんから。まあ今回はね、ロケマさんにはいろいろしましたけど、まあ家から何から。まあでも何かんやね、みんなに知ってるんで。今回例えば笹上さんは引っ越すんですけど、家具とか家電は自分で揃えるっていう、はい、言ったんで、でも笹上さんも地味にね、なんだかんだ僕が誕生日の時に1000万ぐらいのやつプレゼントしてるんで、ね、それで考えたら俺よりヤバいっすからね。確かにあれ売ったら多分今売っても800万ぐらいで売れるんでね。あ、なるんじゃないですか、あれマジで。冷静に確かに、そうなんですよ、地味にそれぞれになんだかんだすごいことしてるんで、同じことしてないだけなんでね。だから笹上さんあれで大きくリードしたんでね。大丈夫っすよ。あれ結構ヤバかったっすね。すぎでしょ。マジであんまり気づいてないかもしれないですけど、あれ、はい、ガチヤバいっすから、ね。さりげなかったんでね、はい、ふわっと渡してもらったん、みんな分かったんかなっていうレベルやもんな、うん、ちゃんと、まあまあまあ、あのヤバさ確かにね、ヤバいっすよね、ガチですからね、はい、家相当借りれますからね。何年住めるんってレベルですかね、うん、あとは笹上さんにはやっぱ海縁が控えてますからね。ああそうだ、忘れた忘れた、この笹上さんは結構大型声で追いつけないですよ、そして大型が控えとるから結構。確かに、まあ、ただ海縁もねちょっとね時間かかるんで、はい、みんなが忘れた頃にやってくると思っといてください。僕は絶対忘れんけどな、はい。まあ、きっちり動いてるんでね。で名人はね今回ね誕生日ね何もいらんっていうので一応保留したもんな。ゲージが溜まってんの、保留玉の色変わったもんね、ちょっと。うん、結構熱いな、やばい、熱い、赤色の振り玉今溜まったもんな感じ。だからどっかだから弾けさせてくれって感じあるよな。確かに、うん、僕らとになったらエグそうだな。メニーたちそれで言ったら彼女できただけで引っ越ししてもらってますから、誕生日。ああ、ね、そうかそうか、あれは彼女手当や、そういえば、うん、しかもだってみんな忘れてますけど、あの時100万円もらってた。いやそうっすよ。ちゃっかりね、あれ彼女手当やからな。彼女手当って何、福利厚生しっかりしてますからねやっぱここは。じゃあ佐野さんもし一回じゃ離婚してもう一回もし結婚とかしたら、はい、また出るんですかお金。あるんか。もうそんな話すんな。不吉してくれんねん。お前は。不吉やな。それは。まあでも一風変わったね。制度を設けるのがいいんかなと思うんでね。ほんまにノリだよ、ノリだよ。ほんまに。ほんまにそうだと思うんです。ほんまにノリ。ないもんだって計画なんか。だから誰に何本使ったかなんか覚えてない。あ、ノリだよ、来たから。ノリで、まあ、適当にやっとうから、俺が乗っとうときやったらすごいなるやん。この企画も思いついたからやっただけやし、うん、もっとだからお金使えるとこやったら1000万になったかもしれんからな、これがだから、まあ確かに、そうそう、そこでネジが外れとる時であるから、たまに俺のそういう時チャンスよな。だから俺がの気分がめっちゃ上がっとる時の誕生日はめっちゃ熱いやな。忙しすぎる時って逆にもう余裕がないからさ、無理やな、なんかもうふわっと終わっていくやん、うん、飯なんか出てフグ食べて終わりやで。マエスさんこそね、だから俺はまあ歌やったもんな、うん、でまあマエスさんは別に自分で帰るやん、まあまあぶっちゃけ前提であるやんか、うん、だからそこは別にいいと思っとって。でもまあ今回のロケマさんの結構フィーバーやっちゃフィーバーやったな。まあまあ確かに本当にめっちゃ嬉しかったっす、マジで。連チャンついたもんな、連チャンフィーバーが家家具家電3つ3つついてついたもんな。3段階タンプルももらってますから。うん、確かに4段階です。確かにタンプルも確かにな、渡したもんな。えぐいっすよマジで。ネクステの方で渡したからな。確かにネクステでもあったもん。そうっすよ、すごいな、爆発した爆発した。でもそれでも佐々木さん1個勝ててへんけど、やっぱちょっと恐ろしいとこやな、あの一撃が。あの一撃が結構重いで、やっぱ言うて、しかもやっぱ価値落ちひん時計やから、あんまり。まあもういよいよなくなってきたなっていう感はあるんで。確かに、まあ、あとはだから一つの家に全員が住むの、まあ確かにな、それはまあいつかホーネカウス、ホーネカウスっていうのを作るっていう、ね、考えはまあ一応ありますけど。このチャンネルの動画の最後は俺が棺桶にしまわれて焼かれるとこっすね。それでエンディングよ。撮影者は生きたやつで撮影するべきやん。確かに俺も死んだかもしれない。あ、だからそら全然だ、死んでいくとき全員棺桶になって焼かれていくとこ撮影するから俺ら。年取ってそれで流れていくわけや、その過去のムービーが。うわー、最後に残ってきてやばいな。確かにロケマさん、いやわかんない、最後に残ったらどうする、そのロケマさんやな。でもわからんよね、こんな俺どうするんすか、俺最後どうやって死んだっけ。お前はもうあの YouTube にも出ずに怒る。お前は出ずに死ぬやろ、普通に死ぬっていう、一人で孤独死。一番嫌だ。あのめちゃくちゃレベルの高い洗濯機に見守られながら死亡。キュービックに見守られながら死亡。嫌だなこれ。